世界遺産になる前に来たね、俺は。ここに。世界遺産になる前に来たことある。なった後は来たことない。これは大砲を作る西洋で開発された金属溶解炉、これで大砲を作るということですね。昔は青銅ってあったんですけど、それは1キロしか飛ばない。この大砲は今下に行かれたら分かりますけど、どのようにして軽くて破壊力のある鉄を作るかっていうことで、3キロぐらい飛ぶのがね、目標に作られている大砲を作る釜っていうことなんですね。これは佐賀藩が日本で一番初め作ったんですけど、なかなか佐賀藩が1回2回の交渉で教えてくれなくて、結局は絵で描いたものを作ったっていうことで傾いてるでしょっていうことになってます。でその点こっち側の平山さんの方は幕府が奨励しているから、きちんと下でオランダの書物の通りに下でレンガから16メートルの高さ、これは 10.5 の高さで7割のに静岡県の7割の高さですよっていうことになってます。佐賀藩が初めて藩所を作った頃にはイギリスは80年前からもうできていて、汽車も走っていたんですね。日本は馬車っていうことで、当然戦争しても勝ち目はないっていうような状態に日本はあったんですね。そこでこれか、要はでかいわけね。じゃあそりゃそうでしょ。要はでかいわけ。要はこれ。一言で言うならでかい。小さくはないな。小さいのか。どうだろうね。回ってみるか。まあ、でかいって感じだね。でかいことは、いいことだ。だから、